今日のテーマはここは押さえたい歯磨きポイントです。皆さん昔学校で歯磨きは1日3回食後3分以内3分以上と教えられませんでしたか？言われました、給食の後とかよく聞きましたよ ね。ただ実はこれらは間違っているのではという研究結果もあるそうで、それがネットニュースで話題となったんです。やっぱりこうね、人と会ったりとかするときはね、お口のエチケットは、ね、しっかりしたいですよね。喋るとき気になりますよね。そこで今回現役の歯科医9人と歯磨き用品のメーカー2社に歯磨きのポイントを聞きました。それがこちらです。かなりの数ありますけれども、やっぱり1日3回っていうのは入ってるんですね。そうなんです、しっかり入っていますね。エチケットの意味も含めこの回答は多かったんです。ただ1日3回もできない時もありますし、毎日この全てをこなすというのは難しいですよね。ということでここは押さえたいという項目をピックアップしました。まずは歯ブラシは濡らさない。濡らした方が、ね、よく泡立ちますけど ね。そうなんです、まさにそれが濡らせない理由の一つなんです。ある方は泡立ちすぎて磨いた気になってしまい、しっかり磨かずにやめてしまう。また歯磨き剤の成分が薄まってしまうという回答もあったんです。泡立っているこう見た目に惑わされないにすればいいということですね。そうなんです、しっかり磨くようにしてほしいんですね。では続いてすすぎは1回、なんかちょっと口の中残ると気持ち悪いのでしっかり磨きますけどね。何回も進んじゃいますよね、はい、歯磨きをした後口の中に残った歯磨き剤が唾液と混ざり歯を守ってくれるそうなんですよね。ですので歯磨きをした後1回吐き出してからすすぎは1回にしてください。イギリスではですね、歯磨き後のすすぎをしないという文化もあるそうです。カルチャーショックですね。さあ続いて起きた時の歯磨きは念入りに、これはよく言われましたね。ある歯科医の方は起きてすぐしっかり磨けば1日それだけでも十分と話していたくらいなんです。これはですね、寝ている間唾液の分泌が減り乾燥することで細菌が増え虫歯や歯周病の原因になるからなんです。また朝ごはんを食べる前に磨くことでその細菌が体内に入るのも防げるということです。